えっと、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このビデオは、えぇ、ー、第5週 JF スタンダードの中の最後の5本目のビデオになります。ここでは、えー、丸ごとと彩りという、この JF スタンダードの、えー、日本語の教科書についてお話をしたいと思います。はい、えっ、ー、と、この丸ごとも彩りもここに書いてありますように、 JF、JF スタンダードに基づいた日本語の教科書になっています。じゃあ何が違うかっていうとですね、えー、丸ごとの方は、えー、海外に住んでいる人、そして、えー、特に日本に行くわけではない人ですね。でも彩りの方は、まあ、今は海外に住んでいるけど、これから日本に来る人、そういう人のための教科書です。もう一つの違いは、えー、丸ごとは、えー、と、お金がかかります。買わなければいけません。 インドではこのゴヤルという本屋さんが売っています。で、アマゾンの、インドのアマゾンでも買うことができますね。一方でこちらの彩りの方はお金がかかりません。ただし紙ではなくて PDF と音声の MP3 ですね。それをインターネットからダウンロードすることができます。もちろん紙が欲しい人は自分でプリントすることができますね。 はい。で、両方ともこの行動中心アプローチに基づいた教科書です。はい。<laughs> まず最初にこの丸ごとの本について話したいと思います。えー、丸ごとはですね、今9冊あります。でレベルがその A1 から B1 まで今のところありますね。はい。まあ今のところというかもうここまでです。B2 は作らないことになっています。はい。で、えー、A1 と A2 のレベルは、活動という本と理解という本があります。 この活動は実際に、クラスの中でいろいろな活動を行うことが中心になっています。理解の方は文法とかの説明が多いですね。これは両方使ってもいいですし、活動だけで、活動、あの、活動だけでここまで来て、A2 から中級に進むこともできます。理解だけで進んでこっちに行くこともできますね。それは皆さんのクラスによって、 え、選べばいいと思います。はい。丸ごとにはたくさんの副教材があります。えっ、ー、と、例えばですね、これは丸ごとプラスというウェブサイトなんですけど、そこに行ってみるとですね、えー、こういうふうに、あの、トピックごとに、えー、トピックというのはかですね、かで、カにの、あの、分かれています、コンテンツがね。で、ここに、こういうふうに開いてみると、えー、こうやってビデオで、えー、見ることができます。その言葉がどういうふうに使われているかっていうことですね。 はい。えー、それから、えー、これは、あの、音声ですね。MP3 の、えー、音声のファイルを、これも、あの、インターネットからダウンロードすることができます。これは無料です。はい。本は、えー、無料ではありませんが、丸ごとの音声のファイルは無料です。お金がかかりません。はい。えー、では次に、彩りについてお話しします。えーと、彩りはですね、今、入門と初級と初級にというふうに、この3冊が、 え、pdf でダウンロードすることができます。えっ、ー、と、入門が a1 で、えー、初級1も初級2も a2 ですね。はい。で、これもですね、えっ、ー、と、丸ごとプラスと同じように、その1課ずつ、えー、全部コンテンツが分かれていて、pdf をダウンロードすることもできますし、音声ですね、mp3 をダウンロードすることもできます。えー、音声はダウンロードしないで、ここで直接、えー、 あの、再生することもできます。はい。えそれから、えこういうですね、文系リストとか、え漢字リストなんかも、インターネットから全部ダウンロードすることができます。はい。えっ、ー、と、このスライドへのリンクは、ビットリースラッシュ TTCB65 ですね。えっ、ー、と、今回はあまり、あの、リンク貼っていませんけど、えー、よろしかったら、このスライドを開いてみてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。